ちゃうわ。やめちゃっとる。なので、x が -2、y が1の時、最小値、-5、ほんと。はい、次。絶対値が、最大になる値が M なので x イコール3、まあ、イコール3か、3の時 M はこの2乗足す3かけ4、5、25引く32、はい、次やり直します。 9イコール x の2乗引く 6xy プラス 10y の2乗引く 2x プラス 2y の最小値、その時の xy の値よということで x 引く1の2乗ちゃうな、 y がいるから x 2乗引く 6y プラス 2x10y の2乗違うな、どうすんだろう。 XY どうやって消すんだろうね。y イコール2かつ時最小値マイナス3ほど、次 x プラス1、違う、次いきます。 x プラス y は1、x は0以上、y は0以上の時
の x y の2乗の m と m 1-y-y の2乗は2y だ。2の y の事情プラスの2分の 1y 引く2分の1。ああ2の4分の 1y 事情 y の事情16分の18分の116分の1 2分の1から16分の7引き16分の9なので最小値は0以上なんで y は0以上でかつ x プラス y は1なんで y は0から1ってことは最小値はy イコール1の時4分の5の2乗引く16分の9の前の2だから前の2の16分の25引く9、前の2で x は3の時1最小値は前の2で最大値は y が0の時前の1を取る。じゃあ0で M イコール1、はい、できた、次
回休憩。ちょっとさっき冷静になった先、次の問題やっておきます。はい。x プラス。x プラス 2y イコール10のとき、x 次乗プラス y 次乗の最小値と x、y の値求めよう。x は10引く2、10引く 2y の次乗プラス y は、次乗は100、マイナー 40y プラス 4y の次乗プラス y、次乗は 5y、次乗引く 40y プラス100は、この y の次乗引く 8y プラス20ってなって、ってことは、この y の次乗じゃねえ、 y 引く4の次乗引く36、足す4だね。だから y イコール4のとき、最小値、最小値20を取って、x は、そのとき x は2。はい。で、次の問題が、これ時間かかるわ。うん、はい。もうこれが12枚とか見えてあかんね。点のせいにもしていいかな。x プラス 2y は10だから15の引く 2y50。ということはマイナス 30y 足す100ってなって、うんだね。なので x 次乗プラス y 次乗引く1、 x は
1は、マイナス 5y、y 引く2、足す、gx、引く 30y、プラス100は、いけんのかな？これは、10? ちょっと待ってよ。だよね。Y は、はいはいはい、そうだね。で、100。一応 Y だよね、の時は、マイナ 5Y の事情、引く 20Y、100は、y プラス以上で10の20のマイナ20から、4 4 5 20 120、ちょっと待ってる、時は正だから、x 事乗プラス y の事乗は10引く 2y の10プラス y の事乗だから、100引く 40y足す 5y の事乗だから、5でくくって y プラス4マイナス10マイナ4事乗で4の4で80足す20よって、Y がこの時、様式は F じゃあ、表定の時で、最小値は、y イコール4の時、x は2で、20。はい、OK。次。一旦、計算式戻るか。円柱第11のあの方です。という関係があるとき、x 事乗プラス y 事乗プラス z 事乗の最小値の m とその時の xyz で、x イコール7引く 2y プラス 3z なので、7引く 2y プラス 3z の事乗プラス y 事乗プラス z の事乗は49足す 4y の事乗プラス 3z の事乗プラス z の事乗引くことの28倍、足すことの 42z、 足すことの、なんでプラスやねん、マイナスやんけ、マイナスですね、マイナスで
く、引く、足す、12 YZ なので 4Y の事情違う 5Y の事情引く4の 7Y 引く違う違う7引く3ZY でしょ足すことの 4Z 事業プラス 42Z ってことはこの Y 引く4 5 5 7-3Z3Z のプラス 4Z 事情 42Z だから、足す 4Z 事情 Z5分の14+5分の3Z6ZZ なので1+4のZ42だから5.25Z の事情 10.5 5.25 の事情違う違う引き算してないやばいやばい違う5分の200と引く6だ足す6だから216-2-108-2-54-2-27-3-9-33 なんで27分の5分の27の事情かな引く25分の27の事情引く5分の14なので Z イコールマイナー5分の27の時 Y は2-7+5-27だから14+81-162この5だからは5分の70+25分の162なので232分の25の時7-2×23+3Z-81-25なので25の100 25分の
175-464+81。もうなんかもう計算間違いしてそうやな、こんなめんどくせえの。175-81で256-464-803-208。208-25。で、最小値はこれだ。から、コピーのペースト。で、最小値は、一旦止めて答えてます。うん、やり方は合ってんだけど、計算間違いしてんだけど、計算をチェックする記憶ねえな。ここで、僕らこう終わりにします。はあ、このペンで数字がごちゃごちゃになるのと、できないというのもあるし、次行きます。実数、x 値の、これ1を満たすとき、x 値上プラス 4y は、m と m の xy だ。はい、x 事乗は引く y の事乗で、引く y の事乗プラス 4y は、マイナ x 引く2事乗プラ5。y が、2は取れねえ。1の時 x は0で、最小値4。 y がマイナ1の時、y の最大値と最小値を求めるの m と m なので、どうやんだこれ、 x-1 じゃあ y か、はあ、なるほど。違うな。x プラス y イコール k と、事乗引く2、xy プラス2、事乗引く8イコール0が、実数かい。で、y イコール k 引く、y イコール k 引く x。なので x 事乗引く 2xk 引く x プラス 2k 引く x 事乗引く8は0が成り立つので、x の1 3、そうか、5x の事乗引く2kx 引く 4kx か 6kx
足す 2k 地上比8 03K の事情引く4じゃあ2AB だから5かけ2K の事情引く8じゃあ0より大きいから 9K の事情引く 10K の事情足す40なので K の事情は40小さいってことは K はマイナ4 2のルート10 2のルート10分かって最大 M は M はマイナ2のルート10 M は2のルート10 OK 次x 事乗プラス 2y の事乗イコール1を満たすとき 2x プラス 3y 事乗の m と m またか、はあ、y の事乗でいきましょうか、y の事乗は1引く x の事乗丸2なので 2x プラス2の3の1引く x の事乗が2時間構成やんけ。もう嫌になってきたわ。マイナー X の事乗プラス2分の3でしょ。ってことはマイナー2分の3マイナー2分の3の X の足すだから引くで事乗3ってなるから X が3分の2のとき、最引きまくんだから最大値か M が6分の9引く4 6分の5、うんで、y は事乗は、1引く18分の5 y は1の5 15 2 3で割って6分の5のルート2か最小値は絶対値が増えまくったら最小値になるんだからマイナ2分の1か y イコールマイナ2分の1の時じゃあルート2か1イコール2分のルート2の時 x は0で0で最小値 M は5ルート2の6引く3分の2か合ってからまた計算間違いやんけやり方は合ってんだよねうんうん
あ、そうか、 y の値なんとらんでんや。 y の値は聞かれてないわy の値は聞かれてません、聞かれてない。それからカツコの値が違う、なんてだ、6分の9引く4だよね。足すか、足すだな。あー、ここや、これが違う、13だ。で x が1の時、マイナー1の時か。あー、そっか、全然考え方が違う。 x の範囲がこれだから y よ、ここから x 地上は1以下だ。うん、なのでマイナーからマイナー 1x1 か。うん、はい。うわ、2時間かかるやんけ、たまらんな。次行きます。はい、次、x 事情 x、 なんかまた引き終わる、事情引く xy プラス y 事情引く1イコール0を満たすとき、最大 y の m と m、ああ、そっか。なので、y の事情、引く xy、プラス、x 事情引く1の、判別式、d は、x の事情。違うな、判別式で y 持ってきたいんだから、あえて。そっかそっか。逆だ。d、d イコール、x 事情引く 4a y の事情 4y の事情引く1は y の事情 3y の事情足す4が、0以上。なので 3y 事情 4y 事情は 3y はマイナス3分3分の43分の4ってなって、実数解最大値最小値かなm3 分の 4m マイナス3分の4とも。次いきます。 x 事情引く 2x プラス y の事情が1を満たすとき、x プラスの最大値はだから、m と、あ、違う。x プラス y の m と m。だから、x プラス y、1、y イコール、k と置いたら、y は、k 引く x、x 事乗引く 2x プラス、k 引く x の事乗引く1は0。で、また判別式かな。なので D すら4は B の4引く K 引く分からんな、これ。整理すると、もう判別していったら整理しなかも、2x 事乗引く 2kx 引く 2x プラ
の2乗引く1は0なので、2x 2乗引く2の k たす 1x プラス k 1乗引く1は0で、判別式 t すら4は1乗引く違う k プラ1乗引く4AC だから2の2k 引く1だ、まあ、k 1乗プラス 2k 引く 2k の2乗足す2だからマイナ 2k の2乗プラス 2k プラス2が0とすると、やばい、どうすんだこれ、ゼロ以上だから、どうすんだこれ、 k 引く2分の1事情4分の5か、さて0ってなって k 引く2分の1事情が4分の5よりも小さいとなると、4分の5の2のルート5か、のルート OK、 k 1分の1は前に乗るとこから2のルート5なんで、2分の1足して2分の1マイナルート5 k 21プラスルート5、うん、なんでこれが m でこれが m か、どうでしょう、答えていきます。計算間違いじゃん、なんなの俺、回答は違うでしょ、うん、一旦止め、うん、うん、ここの計算値が違うな、もう丁寧やるか、k の2乗プラス 2k プラス 1 2k 2乗足す2だろ、だからこれがちゃうな、ここが間違ってるわ、マイナ k プラス 2k の2乗プラス、でもマイナ2ってつけたらな、もう違う、1足すプラス3だ、0乗を逆数にして k の2乗引く 2k 引く3が0より小さくしたらいけるわ、k 引く1の2乗足す1引く4だよ、違うな、これは、k 引く 3k 足す1だ、1だからマイ3マイナ 1k3 だ、はい、はあ、一応できました。2時間かかったと。